はい、どうもサンフランシスコ太郎です。本日ですね、2024年2月の2日なんですけれども、水道橋にある後楽園ホールで、プロボクシングのテスト受験してきたんですけれども、結果落ちてしまいまして、落ちてしまったんですけど、後楽園ホールのリングで2ラウンドスパーリングできて、すごくまあいい経験と言いますか、普通ではできない経験をできて、で今日までの練習、10ヶ月間のきつい練習をしたんですけど、それもね、今までやったことのないような経験をすごくできて、ね、人と殴り合ったりとか、することもなかった人生なので、すごく本当に貴重な経験できて、チャレンジしてよかったなっていうふうに思いました。まあ、結果がついてくれば本当にもっと良かったんですけど、結果ダメだったんですけど、でもチャレンジすることは楽しいんだな、嬉しいんだなっていうことを改めて、また再確認できましたので、またこれから次の新しいチャレンジに、見つけてね、挑戦していきたいと思います。いやー、ということで本日は、ボクシングプロテスト受験失敗しましたというご報告をさせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございます。それでは皆さん、またお会いいたしましょう。